オーガスタ・ソースリー・スタンデーは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士であり、第38代ケンタッキー州知事と、アメリカ合衆国上院議員及び、同会員議員を務めた。1903年から1915年は、ケンタッキー州第2選挙区を代表して、アメリカ合衆国会議員となり、進歩的改革者としての評判を勝ち得た。1904年からは、 アメリカンタバコカンパニーの反トラスト法に関わる捜査を要求し、その地区のタバコ農家の生産価格を低下させる独占だと主張した。その捜査の結果として、1911年にアメリカ合衆国最高裁判所からアメリカンタバコカンパニーを解体する命令が出された。スタンレーは US スチールの反トラスト法捜査を行う委員会の議長も務め、 全国的な名声を得た。スタンレーの考えの多くが、クレートン・ハント・ラスト法に組み込まれた。1914年のアメリカ合衆国上院議員選挙では、反禁止法の姿勢を選んだ。この問題は10年間以上もその政暦の中心課題となり、州民主党の禁止法推進派の指導者である JCW ・ベッカムと対立した。1915年、州知事選挙に出馬し、 親友であるエドウィン・ピー・モローをわずか400票余りの差で破ったケンタッキー州知事選挙の歴史でも最小評差になっている。歴史家のロー・エル・イーチ・ハリソンはスタンレーの政権をケンタッキー州における進歩主義時代の絶頂期だと言った。その任期に採択された改革の中でも州の反トラスト法、選挙資金改革法、労働者災害保障法が名高い。 1918年、亡くなったばかりのアメリカ合衆国上院議員、オリーエム・ジェームズの公認として民主党候補に選ばれた。スタンレーは当選したが、州知事を続けていたので、上院議員に就任したのは1919 19年5月になってからだった。上院議員としては、あまり目立った働きをしなかった。次の1924年の選挙では、 共和党のフレデリック・エム・サケットに大敗して落選し、その後も選挙では勝てなかった。1958年8月12日にワシントン DC で死去した。オーガスタ・ス・オースリー・スタンレーは1867年5月21日にケンタッキー州シェルビービルで生まれた。父はウィリアム・スタンレー、母はアマンダであり、その7人の子供の総領だった。父は ディサイプルスの牧師であり、南軍では、ジョセフ・ジョンストン将軍の参謀で、法務官を務めた。母は、ケンタッキー州知事を務めた、ウィリアム・オースリーの命だった。ニコラスビルのゴードン・アカデミーで学び、ケンタッキー農業機械大学に進んだ後、1889年に、センターカレッジで学士号を得て卒業した。センターカレッジでも、ケンタッキー農業機械大学でも、 州弁論大会の出場者となっており、二つの異なる機関から出場したものとして唯一のものになった。卒業から一年間、スタンレーはハストンビルのクリスチャンカレッジで文学部の学部長を務めた。翌年、ブラッドフォーズビルのマリオンアカデミー校長を務めた。その後の二年間はマックビルのマックビルアカデミーで校長を務めた。これらの役職でいる間に、 ギルバート歌詞でのもとで法律を勉強した。1894年に法廷弁護士として認められ、フレミングスバーグで法律事務所を開いた。スタンレーが最初に政治の世界に入ったのは1897年のことであり、フレミング軍の軍検察官に立候補したが落選した。1898年3月までフレミングスバーグで法律実務を続け、 その後財政的な困難さゆえにヘンダーソンに移転した。1900年アメリカ合衆国大統領選挙ではウィリアム・ジェニングス・ブライアンのために民主党大統領選挙人を務めた。1902年、スタンレーはケンタッキー州第2選挙区からアメリカ合衆国下院議員に選出された。下院議員である間に下院鉱山工業委員会、領土委員会、 農業委員会の委員を務めた。鉱山事故防止のために幅広い研究を行うこと、鉄道を規制すること、不純物が入っていない食品や薬品の規制法、1日8時間労働など、進歩的改革の提唱者となった。スタンレーが会員議員になった時までに、アメリカンタバコカンパニーが買収あるいは業界から追い出すことで、実質的な競合者をすべて排除していた。同社は、 イギリスのタバコ製造会社と共に世界のタバコの価格を支配した。スタンデー議員は自分の選挙区のタバコ農家を保護するようになり、事実上下院議員選挙では負けない候補者になった。連続5期務めた会議員の1期目で過酷なタバコ税を排除する議案を作成し、それで未加工タバコの価格を上げられると期待した。この法案はアメリカンタバコカンパニーが積極的に ロビー活動を行ったために潰された。1904年、会員再入委員会を説得し、アメリカンタバコカンパニーの独占行動について、公聴会を実施させたが、税を撤廃したり、アメリカンタバコカンパニーに対して何らかの行動を取るまで議会を説得することはできなかった。スタンレーは、農夫のための立法を図る一方で、直接農夫に働きかけて組織を作り、 価格が改善されるまで市場に産品を出荷しないよう奨励した。ダークチクタバコ農家協会の検証を起草する手伝いもした。この集団の中でナイトライダーズと呼ばれた過激派集団が後にブラックパッチタバコ戦争と呼ばれたもので暴力を使って協会の会員入会を強制した。最終的に1909年ペインアルドリッチ関税法の付帯条項として 提案していたタバコ税撤廃案を付加した。この法案は会を通過したが、上院ではスタンレーの付加した情報を外した。ケンタッキー州選出アメリカ合衆国上院議員、オリーエム・ジェームズがこの法案の上院版を提案し、上院を通過してタバコ税撤廃ができた。この撤廃により、タバコ価格が上がり、スタンレー・カズトがその成立を進めたわけではなかったが、 その成立の大半で功績あるものとされた。1911年、アメリカ合衆国最高裁判所が、アメリカンタバコカンパニーは反トラスト法に違反していると裁定し、解体を命じたので、スタンレーの同社に対する戦いが実を結んだ。タバコ税の撤廃と、アメリカンタバコカンパニーの解体によって、続いていたナイトライダーズによる暴力行為も静まった。 US スチールに対する行動では、全国的な名声を得た。1909年、US スチールに対する捜査を要求する決議案を提案したが、会員規則委員会で拒否された。1910年6月に提案した2回目の決議案は会員を通過したが、ウィリアム・タフト大統領に無視された。その月後半でさらに強い法案を提案したが、委員会で否決された。 1910年の中間選挙で共和党が議会の支配力を失った後、スタンレーは再度議案を提出した。会員議長のチャンプ・クラークが US スチールを操作する国委員会の委員長にスタンレーを指名した。委員会の操作は1911年5月から1912年3月まで行われた。その結末では委員会が党派で分裂した。 スタンレーは多数拝見を執筆し、US スチールによる価格操作とされるものを非難し、セオドア・ルーズベルト大統領が US スチールによるテネシー石炭鉄鋼会社買収で果たした役割を求断した。共和党員をオーガスタ・スピーガードナーが作成した少数派報告書はルーズベルトを無罪とし、価格操作を軽視していた。スタンレーの報告書は、 シャーマンハントラスト法を強化するために多くの変更も提案していた。その提案はスタンレーが下院議員である間に成立しなかったが、その多くがクレートンハントラスト法の中に組み入れられた。スタンレーの西歴では JCW ベッカムが政敵になった1915年、スタンレーは下院議員の議席について特に対抗馬もいなかったが、この年の選挙で再選を求めず、 上院議員の選挙に出馬する道を選んだ。民主党員の中では他に、現職州知事のジェームズ・マクリアリーと、元州知事の JCW ・ベッカムが出馬していた。マクリアリーが有力候補になることはなく、予備選挙では、スタンレーとベッカムの一騎打ちになった。この二人は、党内の二つの大派閥の指導者だった。二人は互いを嫌っていた。スタンレーはかつて、ベッカムを、 ゴーベルの墓で育ったキノコと言っていた。これは1899年の州知事選挙で州知事に当選することになったウィリアム・ゴーベルが暗殺され副知事だったベッカムが州知事に昇格したことを当てこすっていた。選挙戦の間、スタンレーはベッカムが政治マシームを使うことを批判し商工師と呼んでいた。この選挙戦では禁酒法が大きな問題だった。 スタンレーもベッカムも酒飲みで知られていたが、ベッカムは禁酒法支持の綱領で選挙に出た。スタンレーは禁酒法反対であり、ベッカムの姿勢を偽善者だと批判し、禁酒法を支持する一般の政治家、特にベッカムは彼らは大酒を飲みながら、それを売ってくれるものを罰する法を提案していると批判した。世界を売り尽くして上院議員になろうとしているとも付け加えた。 ルイビル・クーリエ・ジャーナルの編集者、ヘンリー・ワッターソンや、カイン・ギン・ベン・ジョンソンの指示を得たが、当選するまでには至らなかった。民主党の指名大会では、ベッカムが7000秒差で公認候補となり、上院議員選挙でも勝利した。1915年ケンタッキー州知事選挙には、複数の候補者が民主党公認を求めて、出馬の意向を宣言していたが、 8月下旬までに残っていたのは2人だけだった。スタンレーは党内の反禁止法派の選択肢であり、対抗するのはベッカムを後ろ盾にした禁止法支持派の代表ハリー・ v マクチェスニー教育監督官だった。指名大会ではスタンレーが10万7585票で公認候補となり、マクチェスニーは6万9722票だった。共和党は スタンレイの親友であるエドウィン・ピー・モローを指名してきた。この二人は共に州内を旅して回り、同じ会場で話をすることも多かった。スタンレイは力強い演説家であり、要点を強調するために劇的な身振りを使った。話を始める前にネクタイを緩めることが多く、演説が終わるまでにベストや上着を脱ぎ捨てていた。ある場合には犬の飼い主に、 1> 犬1頭1ドルの税金を課すことを論じた。スタンレーはその課税に賛成し、モローは1頭までの犬には非課税とすることを求めた。スタンレーはその考えを自由な古い犬の首輪と言って揶揄し、提案をあざけって演説の合間に犬のように吠えたりした。別の場合ではスタンレーが飲みすぎていて、モローが話している間に聴衆の前でおうした。スタンレーが 演壇に上がった時、ケンタッキーすべてについて私が言っていたことをお見せしている。エドモローは明らかに私の今で病気にすると話した。民主党は予備選挙の時に分裂していたが、選挙戦ではスタンレーの元に統一された。上院議員のベッカムとオリエム・ジェームズがスタンレーの肩を持ち、州知事のジェームズ・マクリアリーも同様だった。サミュエル・ゴンパーズがスタンレーが 会議員の時にトラストに反対したことを賞賛した。アメリカ労働総同盟の地方支部からの支持表明が続いた。対抗馬だったハリー・ V ・マクチェスニース・ラ州民に民主党公認候補への投票を奨励した。選挙は接戦となり投票日の夜までもつれた。選挙結果に異議申し立てをしたとしても最後は民主党勢力の強い衆議会が判断することになるので、 モローは一週間後に敗北を認めた。公式記録ではスタンレーが471票差で当選しており、ケンタッキー州知事の選挙の歴史の中でも最も小さな票差となった。歴史家のロー・エル・イーチ・ハリソンは、スタンレーの政権をケンタッキー州における進歩主義時代の絶頂期だと言った。九百十六年の会期中に成立した最重要案件は、州の反トラスト法と、 鉄道会社が公人に無料パスを提供することを禁じた方だった。汚職禁止法は公職に立候補した者にその費用を申告させ、最大支出額を制限し公益事業法人が選挙に献金することを禁じたものだった。その他の功績としては、州では初めて予算策定を始めたこと、最初の労働者災害保障法を法制化したこと、 受刑労働法を制度化したことなどである。成立しなかった進歩的改革としては、女性参政権を認める法であり、衆議会会員でわずか一票差で廃案になった。スタンレーは1917年2月に、衆議会の特別会期を召集した。問題になっていたのは、州の税法体系の改革であり、スタンレーは農業関係者の税負担が不公平であると考えていた。 州の財政は大きな赤字になっており、毎年10万ドルから70万ドルまで赤字を計上していた。ケンタッキー州は他の州の多くと比べれば財政が健全な方だったが、それでもスタンレーは予算の並行を求めた。会期は60日間続き、議会はスタンレーが提唱した多くの方を通過させた。最も重要なことは3人の委員による 修税委員会を創設したことであり、MM ローガンが委員長を務めた。上流種、石油生産、競馬場、法人免許について税が追加された。不動産に対する評価額は、従来は市場価格の3分の1から2分の1程度だったが、その比率が劇的に引き上げられた。この増税に対応して、特定の資産に対する税率は引き下げられた。 特別会期で劇的に資金が増えたので、高等教育など州政府のほとんどあらゆる部門に予算増を承認した。州健康委員会は権限を拡大され、軍の健康委員会が設立された。スタンレーの政権は、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦したことで影響を受けた。議会は、州防衛委員会を設立し、予算手当したが、 公立学校でドイツ語を教えることを禁じた法案にはスタンレイが拒否権を行使した。上院議員や州知事の予備選挙でも問題となっていたように、アルコールの問題はスタンレイが州知事であるまも中心問題であり続けた。反禁酒法陣営はスタンレイが選ばれた後に禁酒法は死んだと宣言し、それに続く最初の会期の間に禁酒修正法が提案された。 この修正法は、衆上院で20票対14票で否決された。1918年には、両院合同会議の場で95票対17票という圧倒的な結果で、衆民投票に問われることになった。スタンレーは、禁止法に反対だったが、このアルコール問題を落ち着かせ、議会が他の手段を命令することがないようにするために1918年、修正法は支持した。 1919年、ケンタッキー州は、アメリカ合衆国憲法修正第18条批准の、時に最初に、ウェットを宣言した州になった。この修正条項は、アメリカ合衆国憲法で、禁止法を規定するものだった。オリーエム・ジェームズ上院議員、スタンレーが、公認になった1918年8月18日、現職アメリカ合衆国上院議員、オリーエム・ジェームズが死んだ。 スタンテイは翌年3月3日までジェームズの残り人気を埋めるものとしてジョージ・ B ・マーティンを指名した。ジェームズは民主党予備選挙で1918年の再選を求める公認候補に指名されてもおり、党の新しい候補者を選ぶ任務が衆院会に任され、委員会はスタンレーを指名した。スタンレーはまとまった党の支援を得ることになった。 JCW ベッカムがスタンレーを支持したので、ベッカムが次の再選を求めた選挙ではベッカムに挑戦しなかった。共和党は比較的無名のベンエルブルナー博士を選んできた。スタンレーはドイツ語禁止法に拒否権を使ったことと、以前から禁止法に反対の姿勢を崩さなかったことを攻撃された。全国的なムードは民主党に逆風だったが、 ウッドラー・ウィルソン大統領の指示を伝える手紙が、スタンレーの選挙運動に力を与え、ブルナを5000秒以上の差で破った。スタンレーが上院議員に就任するために、知事職を辞したのは1919 19年5月だった。当時は共和党が優勢な合衆国上院だったので、ほとんど影響力を使えなかった。スタンレーが1924年に上院議員の再選を求めたとき、 それは苦しい戦いになった。ケンタッキー州では40年間以上も上院議員が再選されていなかった。ただし、上院議員が選挙民の選挙で選ばれたのは1914年以降だった。スタンレーの反禁止法の姿勢が禁止法支持有権者の票を奪い、また民主党知事ウィリアム・ J フィールズの支持も得られなかった。さらにクークラックスクランの反対を受けた。当時のクランは、 州内でも強力な組織を持っており、スタンレーがその偏強さと秘密組織に反対していたことも原因だった。共和党の対抗馬フレデリック・エム・サケットは民主党のベッカム派の支持も確保した。サケットは自身でアルコールを貯蔵していながら、選挙では禁酒法支持の姿勢を選び、反酒場同盟からも支持された。ルイビル・クーリエ・ジャーナルの編集者、ロバート・ワース・ビンガムは、 サケットのことを私が知り得た最良の男と言って、その指示を与えた。上院議員選挙ではほぼ2万5千票という大差で、スタンレーが議席を失った。サケットの勝利によって、ケンタッキー州からのアメリカ合衆国上院議員2人を共和党員が占めることになり、これは州が始まって以来のことになった。スタンレーは上院議員選挙での敗北後に法律実務に戻った。 1927年の州知事選挙では昔の政敵 JCW ベッカムを支持した。これは1930年の上院議員選挙で復帰できるチャンスを狙ったものだった。ベッカムは共和党のフレム・サンプソンに敗れ、スタンレーが上院議員選挙で勝てる見込みもほとんどなくなった。1930年、ハーバート・フーバー大統領が アメリカ合衆国とカナダの国境紛争を解決する任務にあたる国際合同委員会の委員にスタンレーを指名した。1933年にはその委員長になった。スタンレーはこの任務を大変誇りに思い、地球上で二つの隣り合う大国がこれほど紛争が少ない例もないと話していたことがあった。1954年までこの職を務めていたが、 民主党からの圧力で辞任することになった。スタンレーは1958年8月12日にワシントン DC で死亡し、フランクフォート市のフランクフォート墓地に埋葬された。妻のスー・スタンレーは長生きし、また3人の息子のうちの2人、ウィリアム・スタンレーとオーガスタス・オー・スリー・スタンレー2世が後に残った。孫のオーガスタス・ソー・スリー・スタンレー3世は著名な LSD 科学者となり、 ヒッピー運動の時にロックバンド、グレートフルデッドを講演した。ありがとうございます。